ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日もこちら、はい、カーシー博士のセルフヘルプ術、恋愛の相性編みたいなところで、はい、今日は INTJ 型と ESFP 型の組み合わせの紹介したいと思います、はい、科学者で、うん、ESFP はエンターテイナーですね。なぜこの組み合わせなのかと、うんうん、INTJ 型科学者は自由奔放な華やかな人を求めるとあります、うんうん、自然をコントロールしたいと願望を持つ科学者の INTJ 型が配偶者を選ぶとき、他のタイプよりも決断には苦労するかもしれないと、うん、この ENTJ 型にとって配偶者探しっていうのは、うん、同じように科学的に行わなければならないからだと、うん、相手探しも合理的で客観的なアプローチは役に立たないとする小説、芝居、映画には、うん、この典型的な科学者タイプを批判の的として描いたものが多い、うん、要は恋愛ってもっとハートなものでしょ、うん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 、だからこの人たちをバカにするんですけど、うんうんうん、この人たちにとっては違うと、うん、科学でなければならないと、うん、合理的になぜかですよね。再現性が必要なんですかね、うん、でこの INTJ 型は若い時は自由奔放で活発で楽しいことが大好きなエンターテイナータイプの ESFP 型に魅力を感じると、うんうんうん、だが同時に相手が一定の基準を満たしていなければ諦める傾向がありますよと、うん、故に自然に心惹かれた相手との交際はあまり長続きしない、うん、合理的で系統だった手段でアプローチをするので、うん、似た者同士の方がうまくいくだろうという論理に基づき、うん、似た気質の相手を選ぶことが多いからだと、うんうんうん、なるほど、うん、論理的になぜ私があなたのことを好きになったのかみたいなところですよね。でもちょうど昨日、うん、メッセージっていう映画を見たんですね、はいはいはい、宇宙から見ました、はい、宇宙船が来て、うんうんうん、そことコミュニケーションするみたいな、うんうんうん、なんか図形みたいな、なんか、はいはい、うん、あれ多分 ENTJ 同士が結婚してっていう話でしたよね。そんな感じですね。そんな雰囲気がありますよね。まあ、結末はぜひ映画を見て、はい、この ENTJ 同士のカップルがどうなったか映画を見てほしいんですけど、はい、メッセージ、うん、でまたこの科学者タイプは ENFP 型、うん、ジャーナリストに惹かれることもあるよと、うん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 、それはジャーナリストが情熱的で、うん、いつももっとはつらつとし何事も好奇心を持って楽しみを見出せる性格をしているからだと、うん、注意深く用意周到で、うん、厳密さを求める INTJ 型とは対照的っていうところ、うんうん、やっぱりこの INTJ 型にとっては、うんうん、惹かれるのは、うん、この真逆なタイプに近い、うんうん、エンターテイナーであったりエンターテイナージャーナリスト的な、うん、ただ考えちゃうんでしょうね。考えちゃうんじゃないですか、はい、では、うん、ESFP 型から見た相性としましては、うん、自分を落ち着かせてくれる人を求めるとあります。 ESFP と相性がいいのは INTJ 科学者ということは見てきたと、うん、ただこの理論的には興味深いこの組み合わせっていうのは実際にはとても稀だと、うんうん、なぜなら INTJ が人口の 1% に過ぎない INTJ 型がなので知り合うチャンスも少ないからだと、うん、残念 ESFP にとって、うん、INTJ はあまりにも少ないレアキャラ、はい、なのでこの ESFP 型から惹かれるものとしては、うん、ISTJ 型もあるよと、うん、ISTJ 型この ESFP の人たちはエネルギーに満ち溢れて、うん、いつも何か愉快なショーをやりたいと思っていますと、うん、明るい照明パーティー、うんうん、みんなで楽しむことが大好き、うん、まあ、人生そのものがパーティーだと、うんうんうん、そんな ESFP はその堅実な重役の人たちを快活にしてあげたい、うん、一緒に盛り上がろうよってやりたいのと、楽しもうよ、そうですね、うん、っ
ていうのと同時にこの責任感があって、うん、どっしりして頼りがいがある人に落ち着かせてもらいたい、うんうん、っていうなのでこのいろんな映画にはこのプレイボーイとパトロンとか、うん、ショーガールと銀行家みたいな、うんうん、あプリティウーマンですね、うんうん、ああいう物語が5万とあるけども、うん、だいたいこのエンターティナー型とこの重役タイプっていう組み合わせのお話だよと書いてあります。やっぱりこの正反対に惹かれるっていうのは、まあ、前の動画でも話したんですけども、うん、とてもそうだなと思ってます、うん、あ恋愛という面では、うん、僕もそう思います、まあ、恋愛じゃなくても思いますけどね、はい、なんかわーってよく喋る、うんうん、子は、うんうん、その可愛いと思っても、うん、負けた気がするんですよね。あ僕の中では。あからなんかいかない傾向にあるなと思ってます。うん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 、どっちかというとその芯は強いけど、うん、わーわー言わない子に惹かれる傾向があるな。うんうんうん、ちょっとおとなしめ。そうですね、うん、まあ2人の時は喋るけどっていうタイプですね、うんうんうん、まあまあまあなんか騒がしいタイプじゃない、まあ、残念ながら私がわー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 騒がしいタイプなので、うんうんうん、その上回られると負けるっていう感覚が、うんうん、負けてたまるかになるんですかね、うん、負けるかもしれないっていうとちょっとこう身をもしくはなんかその伝統にとらわれすぎて、うんうんうん、この男がリードすべきだろうっていうところに私がとらわれているのかもしれないです、うんうん、でそうすると伝統にとらわれない女の子ですよね。はい、自由奔放というかの男がなので私は ESFP としては建築家的な、うんうんうん、要はなんかその壊す人だけども、うん、寡黙に壊していく人寡黙に壊していく人に惹かれるのかなっていう気はしています。要はその壊していくっていうのは、うん、まあ僕が持ってないものです、ね。まあ自分を持ってるとか、はい、あよく言いますもんね、はい、この人自分持っててかっこいいって、はいうん、っていうとこかなと思います、はい、なんですけど、うん、ちょっと自分が今までに好きになった人のこととか思い返してみると、うん、そんなのが分かってくるかもしれないと思っております、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。